ゼロイチファミリアは褒められたい。はい、始まりました。ゼロイチファミリアは褒められたい。今夜もよろしくお願いします。お願いします。はい、あ、今日もナオミンが。そうなんです。ありがとうございます。もう本当にどこにも行かないです。何だ、いいね。なんで今日メガネなんですか。そう、メガネ、5日ぐらい前にあの物もらいになりまして急に物もらいができまして。ドアなし。ドアありよ。あり、あ、やりやんないだからコンタクト入れられへんから喋るな、お前。まだ喋るな。でもメガネありの森田さんもかっこいいね。ありがとね。ナオミにだけ言ってます。ナオミ、もう次来月ぐらいから俺の膝の上で始めてくる。ぜひぜひ。はい、今日は何ですか。はい、はい、まずはこちらになります。はい、桃月なしと死刑式ストライクへの道。実はですね、うん、この番組もう1年続くんですよ。はい、すごくないですか。はい、それは知ってます。MC なんで。知ってました。はい、知ってました。まあ、そういうことなんで、はい、もうちょっとこの番組も広めていきたいなっていうことで、はい、今回ちょっとゼロイチファミリアを褒められたい代表ということで、うん、あのプロ野球のオリックスバファローズさんの試合前始球式に、おら、すごい、行ってきました。先月22日に行われた番組史上最大のビッグな企画、オリックスバッファローズさんの特別始球式に私が出させていただきます。745で何しろも見てください。すごくないんですか。誰が作ったの。オリックスさんが作ってくれた。ゼロイチファミリアは褒められたよ代表してもいますんで、森田さんもこれ見ますんで。なんでそんなプレッシャーかける。森田さん、本当にストライク出たらめちゃくちゃ褒めてください。それはやっぱ褒めますよ。まあだからここでなんかいい球投げれたりとかさ、なんかあーかわいいとかさなってたら、ゼロイチファミリアまた見てもらえるとかっていう方に行くよね、やっぱりね。うん、なんやその無言のやつ。なんやねん。試合前に実際の球場で練習できるということで、マウンドからね、マジで気持ち悪くなってきた。広すぎる。広いよ。そんな緊張する桃月にストライクを取るための超強力な助っ人が。元オリックスのピッチャーで2年連続最優秀中継ぎ投手にも輝かれたことのある佐藤達也さんでございます。なんちゅう人を呼んでらっしゃる。こんな、どうしてもストライクを取りたい桃月にオリックスさんも全面協力。意外と遠いマウンドからホームベースまでの距離、桃月の実力は。あれ綺麗。あれ、おお、意外とちゃんとしてるやん。だから言ったじゃないですか、ちゃんとしてる。全然すごいです。なかなか普通の方ってこの距離も届かない方が多いので。やったー、すごいやん。今日はあの足上げるところまですごい綺麗なフォームなんで。いや確かに綺麗なんだよ。どうしてもちょっとこう横にこう、あ、横に投げ振っちゃってるので、だから多分こう横にずれやすい。なるほど。なるべくキャッチャーまでまっすぐイメージしてもらって、まっすぐ縦に投げてもらうと、縦に投げ、サウスポーなのがかっこいいですね。ね、でしょう。そうね、うん、元プロ野球選手から指導を受けた桃月は、さあどうだ。あー、ナイスポー。おーい、いいです。いや、すごいやん。おい、おー、すごい、うまい。おお、すごいね。これはマジでストライクを予感させるピッチング。めっちゃ投げ込むやん。しかし桃月にはある不安が。あの、メンタル的な分。プロ野球の選手とかもお客さんがいっぱいいてっていう環境になると緊張してなかなかうまくいかないと思うので。いや、だから尋常じゃないよね、あの数のさ、うん、客の前で投げる。おかしい。綺麗なフォームで体を動かすだけってぐらいにしといた方が、そこだけ意識してくれれば、はい、多分届くと思います。わかりました。ストライク来ると思うので。最大の懸念はメンタル。グラウンドでは選手の練習も始まり、
緊張が増す桃突き。何名ができたとか言ってましたけど、1番目できました。ツイッター載せたらちゃんと指引っ掛けてる証拠だね、いいとこにできてるねって。これ実際の距離遠いな。マジ痛かった1番目。なるほどね。メンタルを心配する桃突きのためにスタッフ一丸で盛り上げ、迷惑かけてんな。投げすぎやって。いや投げないよ。でも、大事大事だからね、こういうのもね、テンション上げていかなきゃいけないから。私のバッグも正しい曲に合わせます。まだ頑張ります。森田さんちゃんと見ててね。そしてついにその時が。ただいまより特別指定式を行います。流れた瞬間言うんだね。 TBS のバラエティ番組ゼロイチコメディアは、すごいやん。あんな調査ドームでゼロイチファミリアを褒められたいっていう言葉が鳴り響いたことあんのか。紹介されてるちゃんと。しっかりと番組名をアナウンスしてもらい。おいいね、いいね。肌あるねやっぱり、うんね。これでいいところを見せればスポーツ紙にも取り上げられ、番組をアピールできる。プレイボール。すごい緊張してる。すごい。番組史上最大のビッグ企画。ユニフォームも作ってもらった。このフリやだ。佐藤さんにも教えてもらい。ありがとうございます佐藤さん、本当に血まめができるほど練習を重ねた。アホみたいに投げてたもんね。ゼロイチファミリアは褒められたいを代表して、すごい煽って絶対にストライクを取らなければならない。さあ行け。果たして。頑張れ。いいフォームなのよ。フォームめっちゃ綺麗。フォームめっちゃいいのよ。あ、全然違う。まさかのメンタルにやられ大暴投。スクイズしてくると思った。えぐいえぐいえぐい。面白いです。ちなみに始球式が終わって桃突きマジへこみ、帰って一人で泣いたんだとか。おそらくやけど投げ込みすぎたんだ。投げ込みすぎたんだ。いやちょっと期待したのにな。どうやったの本当に。実際はもう立ってみてマウンドに。もう やばいやばいです。もう何頭真っ白みたいな感じや。でももうちょいだから、うん、でも なんかなしこさんだったら緊張しないでできるって思ってました。うるせえよ。うるせえよ。あいつはアーマでして目立ちたい。だから次もしやるな ら, だからどこ行くかっていうことですよね。何マナミどうした。マナミじゃないよ、ごめん。他の女よ。他の女よ。他の女の名前。普通に昔の彼女の名前。続いてはメンバーがプレゼントを買ってきました。祝42歳ハッピーバースデー森高ちゃん。イエーイ。何あんま年齢言われたくないねんけど。8月23日、はい、森田さんが41歳の誕生日を迎えられました。ということで、私たちが森高ちゃんにプレゼントを買ってきたんです。あら、マジで？はい、東京ハンズさんに行ってきて、うん、森高ちゃんこれならっていう。あー、そのなんか俺のことをちゃんと思って買ってきてくれたってことですか？そうです。メンバーが森田のことを思って、予算5000円でタンプレ選び。森田が喜べば、費用は番組持ち。喜ばなければ自腹。忖度なしで嬉しくなかったら嬉しくないって言ってもらえれば。分かってます。この番組で俺忖度したことない。すいません、はい、まずは桃月が選んだ森田への誕生日プレゼントを発表。言っても私あの一番近いところで1年間見てきたわけじゃないですか、はいですね、はいはい、なのでね。シミとかしか見えへんやん。一緒やろ大体のやつら。やっぱ
森田さんの一言一言に助けられることがすごい多くって、うん、自分一人でまとまらないなって思ってるんで。あら、そんなこと思ってくれてんの？思ってますよ、うん、収録終わった後とかかな、すぐ次の現場があるみたいで、もうちょっと押したらもうメイク落とす時間もありませんぐらいの、うん、そんなお忙しい森田さんがちょっと、疲れを癒せるようなものとか選べたらいいななんて思っております。安心して見てられるよ。男性へのプレゼントで気をつけていることがあるらしく、自分で買わないもの、ああなんか、ね、自分で買わないけどあったら嬉しいなみたいな、これ自分で買わないものっていうのは一個ポイントよね。そうですね、俺もなんか人にあげるときはなんかちょっとそれ心がけてるというか、本当に欲しいものだったら自分で買えるんですけど、そうそうそう、買ってまでは欲しくないなみたいなのあるじゃないですか、うん、はい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 、でもあったら嬉しいもの、はい、桃月が森田のために選んだものとは、あれ全く見覚えない、何や、え、もう一個、もう一個、何これ、いいやつだ。私が選んだのは入浴剤セットです。あー、そういうことね、はい、癒せるものって何だろうって考えて、香りだと思ったんですよ。お風呂の時間って言っても1日の間で1時間ぐらいじゃないですか、うん、まあ、それぐらいだったら、まあ、多少嫌いでも使ってくれるかなという気持ちで。これはあれですか、ちなみに女性も喜ぶんですか、こういうの。私は嬉しいなって思う、自分じゃ絶対買わないんで。あ、じゃあ、はい、もらいます。誰かにあげる。まあ、俺もいろんなシチュエーションあるから。そうですよね。多分あの左手の方を使っていただけると女性は喜ぶのではないかと。女性喜ぶ。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。続いてマルピからの誕生日プレゼント。あのバラエティというか、もうほぼ初めて、もうそういうテレビの仕事ほぼ初めてみたいな状態で、あんまりこの演者としての意識なかったんですけど、見てみたら、はい、そんな私もちょっと面白くしてもらったので、やっぱ森田さんに感謝しかないですね。ちなみに過去お父さん以外の男性にプレゼントしたことがないというマルピ、うん、そこにはあるこだわりが。私結構実は完璧主義なところがありまして、なのであのプレゼントを考えるってなったら半年くらいとかかけて、その人の趣味思考とか知ってからあげたいんですよね。じゃないとなんかあげたくなくて、今回2週間くらいで考えろって言われたんですよ。最悪です、不服です、あげたくない。そんなマルピは一体どんなプレゼントを買ったのか。すごい頭が疲れてるだろうなと思ったんです。すごいフル回転させて、あ、はいはいはい、面白くしてくれてるな、この番組でね、はいはいはい、あの迷惑をかけてる自信がありました、はい、そういう感覚あるんですね。ありがとうございます、はいはい、なのでこう頭とかを癒してもらえるグッズを、はい、ここにぜひ見てください。マルピが買ったのが健康器具の3点、特におすすめなのがこちらの商品らしいのですが、シャンプーの時とかに頭こう通しますして、うん、いいね、なんやろな。そうそう、そうね、こちらのプレゼントはどうでしょうか。まあ一応もらっときましょう。続いては林ゆめからの誕生日プレゼント。林さんでも期待できるよ。いろいろ調べたんですよ。そしたら、ね、森田さんがあのビジネス猫好きっていうのが出てきて、なんか猫飼ってるみたいなんで、私ももう5年、4、5年飼ってるんで、5分のやつ2個ぐらい。これあげて森田さん喜びますかね。ビジネス猫好きじゃないなら喜ぶと思います。いやこれはちょっと危ういな。おなんで、あのさ、いやめっちゃもらうねん猫グッズみたいなんで。でこっちからしたらそんなにもう増えてもしょうがないから、確かに別にいらんのよ、まあ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 、期待はしてないです。はい、林が森田のために選んだものとは。あー、はいはいはい、かわいい、うん、かわいい、かわいいじゃないですか、はい、あ、かわいい、猫グッズ、かわいい、かわいい、あ、かわいい、かわいい、はい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 、だいたい持ってます。まあ、だいたい持ってます。あ、でもそのなんかハンバーガーみたいなやつ、うん、うちの猫めっちゃ好きですよ。あ、これ、まあ、何噛むってこと、これは。いや、蹴って転がり回って、あ、蹴ってね、確かにこれだけ持ってないな。あ、そういうの持ってる、それ欲しいです、うん、じゃあこれだけいただく。そんな
した分をギャラから天引きにしといてください。はい、続いてはアンジェからのプレゼント。私の思いの丈を綴ってきました、うん、そういう意味じゃアンジェが一番共演してるからね。そうですよね、ちょっと、ね、分かるよね、もう大体ね、ちょっと大体なんとなく分かるようになってきたので、うんうん、はい、私の愛を固めて持ってきました、うんうん、ああ固めて、はい、固めて、私の愛をグーッて、もう早く V 行けとりあえず。なんだかんだね、アンジェみたいな感じでね、ちょっと厳しめに当たりますけど、私に対して。なんでかんで私のこと好きなんですよ、森田さんは。知ってました？ゼロイチ褒めでこっちに向かって喋るとき、大体私の目を見てるんですよ、森田さんは。マジでそんなことないから。気になった男性にはあるこだわりがあるそうで。俺色に染めたいタイプの人間なので。やだ。結構ちょっと重めな女なんですよ、私。ぽいよね、なんか。ぽいですか？間違ってそうやな。間違ってます。マジで。ここら辺はですね、あの画材コーナーに来ました。え？俺あいつ色あんま好きじゃない。画材コーナー？アンジェが自分色に染めたいと選んだプレゼントとは？なんだ？ちょっと。じゃあちょっと、私は裏にあるので取ってきます。おお、裏にある。なになになに？あ、来た。なになに？持ってきました。でかい、でかい。じゃあダウン。うわーきつきつー、マジで。褒められたい。ゼロイチファミリアを褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。 番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。私の森田さんへの一つ目のプレゼントはこちらです。はい、あー、そういうことね。覚えてますか？あー、はいはいはい、まだ私たちが出会って間もない頃に森田さんの似顔絵を描いたと思うんですけど、それを描いて額縁に入れてきました。もうほぼゼロ円やゼロ円じゃない、ちゃんとこの枠までやったこと。額縁も紙もちょっとインクもいいやつにして。何それを何、もう一回描いたってこと？描きました。あ、もう一回描いたい。そうなんですよ、ちゃんと。次はですね、身につけてもらえるものがいいなと思いまして、四角自治私のこと考えたい。危険やけどね、身につけないといけないものっていうのはね。ダウン。まあきつー、マジで。マジできつー。アイロンプリントみたいな、洗濯できるアイロンプリントみたいな。で、転写しました。え、それ転写した、はい、え、ちょっと着てみて。いいな、すごい。え、良くないですか？良くないですか？良くないことはもうお前自身が分かってるやろ。ジャケットとか羽織ったらいい感じ。アンジェのプレゼント嬉しかったか？嬉しいわけないやろ。嬉しいわけないのよ、これ。両方とも大丈夫ですか？両方、まあこっちはじゃあ持って帰ろうかな。一応ね、あれしてくれたから。続いては森田のお気に入り、ナオミンのプレゼント。1年間一緒にやってきて、かなり仲も深まったんですよ。で、そろそろ森田さんのご自宅に招待されてもいいんじゃないかなと思って。というか、あっち結構ありそう。あ、猫ちゃんある。しかも色違い、うん、かわいい。いいじゃん。でも森田さんはちょっと歯が大きめだから大きい方にしときます。なんだ、でかいね。なんなんやろな、なんでしょう。歯が大きめとかもちょっとわからない、ね、猫とか割とちょっとわからないですけど、うん、やっぱすごいね、あの子。俺も番組忘れて深くにもちょっと本気にしたもん。危ないとこやね、おい。令和の愛人、真島なおみが森田のために選んだ誕生日プレゼントは？なんだ、ワクワクドキドキ。なにこれ、なにこれ。あ、え、おう、あ、お、スリッパ。スリッパ、ちょっと待って、いっぱいあるんです。え、次のラストかな。そういう、あ、そういうことですか。あれ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 
っと待ってね、そういうことね。はい、ナオミンが森田さんの家に泊まる時のためのお泊まりセットなんだそれ。これはすごいわ。あいつのやっぱ生きてきた道っていうのが見えたね。でもポイントがあって、歯ブラシも色違いですし、マグカップも猫ちゃん好きってことで、マグカップのお揃いでちょっとカップル感ですね。いやすごいわ、俺今番組忘れて不覚にもちょっと本気にしたもん。危ないとこやねおい。やっぱすごいねあの子。嬉しいです、ね、嬉しい。はい、スリッパはこれ何ですか。これはスリッパはなんか可愛いピンクとかもあったんですけど、まあ、後輩さんとか来た時に誰のやってなってもちょっとね、この分際でダメかなと思って。ちょっとあの人の人生が垣間見えるんですけど。最後に花咲レアが選んだプレゼント、今回は本気を出してきたんです。もうえってお前は。お前は言えば言うほど振りにしか聞こえへんのよ。私なりに森田さんに喜んでもらいたいから、いろんな方法を使って絶対に喜んでくれるようなプレゼントを買ってきました。ほんまやな。はい、どういう観点でやねんそれは。いやもう完璧に森田さんが欲しいって周りに多分発言してるであろうものを、そう買ってきたので、その底に置いてあるなんか変な歯ブラシとかやる。変なとか言うな。なんで言うな。なんでそこからなの。俺のこれだよ。俺のこれのや。それやめて。やめろ。これだね。絶対にナオミンに勝てるので。ほんまや。はい。本当です。森田に喜んでもらうために本気で考えた作戦。それが森田さんの仲のいい友達に、森田さんの欲しいものをあの裏技を使って聞いてもらったんです。どういうこと？実は1週間前。元芸人で森田と仲のいいスタッフ吉田に花咲から連絡が。よっさんあんま知らんって。吉田さんの、 あの元相方さんの南川さんじゃないですか。はい、なんかあの方はすごく森田さんと仲いいって私番組で過去に見たので、もしお願いできたら南川さんに、あの森田さん今何が欲しいかってちょっと聞いてもらいたいなって思ってるんですよ。あやっぱいいんですけど、あのなんで今日なんかそんな服装なんですか。いやちょっとあの吉田さんにお願いするためにちょっとサービスしようかなみたいな。なんともあざとい作戦で森田が欲しそうなものの情報をゲット。で森田さんは靴が好きらしいんですよね、その南川さんによると。例えばなんですけど、こういうのとか、こういうのを多分森田さん本当に喜ぶと思うんですよ、あの南川さんが嘘ついてなければ出るんですけどね。ピーマンズスタンダードっていうコンビやったんですけど、吉田さんと南川さんはむちゃくちゃ仲悪かったんやんか。え、そうなんですか。多分南川さんに吉田さん聞いてないと思う。それが誤算やわお前の。え、なんで、褒められたい。ゼロイチファミリア褒められたい連動 YouTube ゼロイチ TV。番組で紹介された動画以外にも熱い動画が満載。詳しくは番組ホームページをチェック。グラビア界の問題児花咲が森田の仲良し芸人に聞いて買ったプレゼント。ほあーおんうわーあーはい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 、はい、なんだろう、はい、あー、はい、好きなんで、むちゃくちゃ持ってる。デートマークっていうあれで、靴を磨くといえばもうこれみたいな感じのメーカー。東急ハンズで買いました俺も。はい、むちゃくちゃ持ってます。でも靴いっぱいだから、あ、私手伝いますよ、靴磨いてあげます。いやでももうなんかかわいそうやから、俺5,000円払うから買い取るわこれ。なんか、かわいそうになってきたお前が。この番組は TVer 動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。